れからしばらく経ったけど、ちびドリンはうまくシムランカの世界に馴染めてるかな。まずは祝福の森に行ってみようぜ。 Oh, cool. Alright. After party, I assume. In after party?Appendix. I think that is. Afterward. Alright. Can't hear the fan. What the? Hi? お二人ともお待たせしました。麻酔です。ありがとう。美しいお嬢さん。ジン、座って一杯やらないか。お前の分も注文しておいたぞ。さすがに少し気が緩みすぎではないだろうか。クレイのことを心配しているのか。大丈夫さ。おアルベドがついているんだからな。The missing star guest, Lee, who is always on summer. 団長に来いよ。なんでお前たちがここにいるんだ。That is a very good question. おや。誰が来たかと思えば、旅人にパイモンじゃないか。Oh. アリスさんの言っていたサプライズとはこれのことだった。How? How do you guys met her and I haven't yet? Hello? 元気にしていただろうか。まさかここで Is it in person or is she a floating land? ひょっとしてここの奴らが口々に称賛していた世界を救った勇者ってのは、お前たち二人のことだったのか。全部が全部オイラたちの手柄ってわけじゃないけどな。それにどちらかというと、オイラたちは勇者パーティーの一員だったんだ。ほう、それでも大したことじゃないか。やはり真に優れた騎士はどこへ行こうと栄誉の名を失わないようだ。I heard you talking about Alice and Klee. あ、アリスさんから招待状をもらったんだ。時間があればクレイを連れて童話の世界で中華を食べてみないかという提案付きでね。最初は童話の世界っていうのがどういう意味かピンとこなかったが、今じゃその例えがぴったりだと思ってる。ここに着いた途端、クレイが興奮してあちこち走り回るものだから心配していたんだが、アルベドがクレイの面倒は僕が見るから、君たちは自由に過ごしていて大丈夫だと言ってくれてね。せっかくの行為だ。無下に断るわけにもいかないだろう。だから俺はジンを連れてこの世界の酒場でゆっくりしているのさ。どうせこの機会にお酒を飲みたかっただけだろう。せっかくの休暇だ。しっかり楽しまないとな。確かにガイアの言うことも最もだ。私もたまには肩の荷を下ろしてみるべきかもしれない。でないとアリスさんの行為を無駄にしてしまう。あ、そういえばお前何を頼んだんだ。もちろんこの酒場で一番混じりっ気のないものを一杯だ。でなきゃ異世界の風情を感じられないだろう。ん？パイモン？なんだその顔は。いやいや、なんでもないぞ。お前のそのモットーに感心してただけだから。 That's what is normal water. ほら飲めよ、ぐいっとな。ふん、ここは慎重に行った方が良さそうだな。Oh. どれどれ、色は悪くない、味は…ブラック私はやめておこう。だが飲まないと少しもったいないだろうか。パイモン、こういうことだったのか。おいらも一度引っかかったんだ。お前だけがやられたわけじゃないぞ。そういえば招待されたのは俺たちだけじゃないようだぜ。さっきコレイを見かけた。あっちの大きな木の方へ行っちまって、声をかけるタイミングがなかったがな。ベルウィンド王国の方か。懐かしい友達がいっぱい。
Wasn't it last time one? Yeah, she was. Yula as well. Ikea. I think our Beto was there too. Will do. Enjoy your vacation. I totally have no idea what you said too. The extra dialogue, right? Yeah. 麻酔とはインクのことだったのか。なんとも変わってるな。シトラスさん、麻酔の入っていない飲み物はないのか。もちろんありますよ。何味にしますか。夕暮れの実。これにするか。ジン、お前も飲まないか。ああ、私もそれを一杯もらおう。夕暮れの宮地がお二つですね。すぐにご用意します。It should be fine. It will survive. All right. ここのツリーハウスの構造本当に変わってる。忘れないうちにメモを取らないと。帰ったら師匠に。クレイ、元気にしてたか？うわあ、びっくりした。旅人にパイモン？お前たちも招待されてきたのか？次はちゃんと招待されてきたいけどな。コレイは何を見てたんだ？ここの森の構造と住んでる動物というより住民を観察してまとめてたところだ。なんとここのみんなは折り紙でできてるんだよ。おお、さすがレンジャーだな。でもここって魔法の世界だし参考になるかわからないけど。How did you get him? あの大きな足跡の近くに前から家なんてあったっけ？ Yeah, buddy. ここに住んでるモモンガたちから聞いたんだけど、小さな竜と傘をかぶった人が建てたらしいよ。チビドリンと傘っちだ。そいつらがどこに行ったか知らないか？話によると家を建てた後オルビット城の方へ行ったって。オルビットで名前合ってるよな。合ってるぜ。これいい。その小さな竜のことを住民はどう思ってそうだった？改めて聞かれると確かにちょっと変な雰囲気だったか。そんな以前の誤解とか新しい仲間の受け入れとかそんなようなことを話してた気がする。私はここに来て間もないからこの世界で何が起きたのかよく知らないけど、みんな新しい家を建ててくれたことに感謝してたし、歓迎会なんかもやるって言ってたよ。びっくりしたぜ。その様子だとちょっとずつこの森に溶け込んでいってるみたいだな。少なくともいい一歩を踏み出せてるっぽいぞ。その小さな竜に用があるのか？ Yes. うん。あいつはこの世界でできた新しい友達なんだ。え？そうだったのか。ますますお前たちの物語が気になってきた。いや、ダメダメ。それはまた今度にしよう。今は一刻も早くこの不思議な世界をたくさん見て回らなきゃ。Good point. そう焦らなくても大丈夫だぞ。ガイアみたいにのんびり楽しむのも悪くないからな。あ、そうだ。ガイアが自分の代わりによろしく伝えてくれって言ってたぜ。ガイアさんも来てるのか？なら私も挨拶に行かないと。あいつならきっと酔っ払うまで酒場にいるだろうし、いくら飲んでも酔わないやつだからいつ行っても大丈夫だと思うぜ。お前の言う通りだな。じゃあガイアさんに会いに行くのは後回しにしよう。じゃあオイラたちはそろそろオルビット城に行こうぜ。チビドリンたちがまだいるといいけど。そうそう、最近スメールで面白いことがあったみたいだ。師匠もなんだか忙しくしてるし、もし暇があれば見に行ってみたらどうだ？うん、じゃあ時間を見つけてスメールに戻ってみるぜ。Thank
Take it easy. Enjoy your field trip. またな。折り紙モモンガたちは体が軽く、風を利用して木々の間を移動する。それによって独自の生態が形成され。ああ、しまった。ノートがもうなくなりそうだ。私の見間違いでしょうか。おや、your master、isn't it？よ、モナ。どうしたんだ？ブツブツ言ってるのが遠くまで聞こえたぜ。また水裏の番に問題が起きたとこか？おや、あなたたちでしたか。世界を救った英雄。水裏の番は良好ですよ。問題があるのは私の目の方かもしれません。この女神像を見てください。Yep. どうかしたのか？別にどっかが欠けてるようにも見えないけど。これって予言の女神、お前の師匠だろ？いいえ、信じません。あのおばばはこんな見た目じゃありませんから。Maybe when she was younger.ああ、そういえば、おばばが少女の頃に書いていた日記にありました。really? 当時、あの人は流行に敏感だったとか。確かに日記の描写と似ているかもしれません。この話、おばばに聞かれていないですよね。なんだか背後から不気味な気配がするのですが。本人の像の下であれこれ言うのは確かに良くないかもな。でも。モナは師匠の若い頃の姿を見たことがないのに、なんでこの像がおばばだってわかったんだ？ここに来た時に水裏の番で占ってみたんです。星空の投影が示した結果は非常に驚くべきものでした。このシムランカという世界の運命はテイワットを元にしているみたいなんです。Is that like a law bomb here? Hello? 投影、真の世界の虚像。そうですね。よりわかりやすく言うなら、創造者は鏡や湖に映る姿の中にこの世界を創造したと理解すればいいでしょう。なんか聞いてるだけですごいのが伝わってくるな。観測を続けていくうちに、ここの術式がどんどん見覚えのあるものになっていきました。明らかにおばばの手によるものです。ですが、それらは想像以上に複雑で、今の私では解読するだけで精一杯でして。その後、ある方に話を聞いたんです。星と奇跡を司るだなんて、全く隠す気ゼロですね。自分の創作にすっかり酔いしれてしまっています。これもあの日記のスタイルを彷彿させます。あ、いえ、この話はやめましょう。そういえばモナ、小さな竜を見なかったか？オイラと同じくらいの大きさで、ちっちゃな翼をバタバタさせているんだけど。かつて災いを起こしたあのものですね。この目で見たわけではありませんが、少し前にオルビットに現れて皆に謝罪し、これまでの罪滅ぼしとして積み木鉱石と植物油をたくさん渡したと聞きました。大半は謝罪を受け入れましたが、今後の行動を見て判断する必要があるという方もいたそうです。そっか、どこに行けばあいつに会えるかわかるか？ちょっと待ってくださいね。バイバイ。Oh, you didn't get went that high. I thought you went higher. 今、砕けた海のあたりにいるようです。おやー、他にも人がいますね。せっかくだし、まだも一緒に食べるか。いえ、私は遠慮しておきます。若い頃のおばばを知れるいい機会ですし、あの人が敷いた星の軌跡をもう少し研究しておきたいので、あなたたちは楽しんできてください。 And thanks. 気にしないでください。じゃあ行くな。
一つの世界の星空を構築するとなると、それは決して簡単な作業ではありません。おばば、あなたは本当に文字通り3倍偉大なる声楽者だったのですね。Hello. オズバルト・ラフナビネス。What the? 答えなさい。今、この瞬間、三千世界を見渡す断罪の目に映る光景は、決して虚構なのではないのね。はい、見間違いではありません、お嬢様。ならば、私も、ユーヤ浄土の王室の霊を持って、二人に挨拶をしましょう。あ、先生の国の至高なるヨリュウ、そしてその傍らに立つ傘をかぶりし従者よ。誰が従者だって？お嬢様はこんにちは、お二人にお会いできて嬉しいですとおっしゃっています。こんにちは、僕も会えて嬉しいよ。でもカサッチは僕の友達で従者じゃないんだ。わざわざ説明しなくたっていい。カサッチ、チビドリ、やっと見つけたぞ。お、I like how we just calling him that guy for now, like. ユーヤ浄土の規制を受けし異世界の旅人よ。何時がこの星空の下でこの公女と出会ったのは、間違いなく運命の選択。Is Wonder Woman a Disney princess? I have Paimon, Fischl has Oz, Wonder Woman has Mini Lewin. Yay! I echo your sentiments, Your Highness. Oh, hi! Hello. Two of you, it's been a long time. Hehe, Clay, are you enjoying this place?クレーすっごく楽しいよ。かわいい動物さんがいっぱいいて、とっても長い魔法の列車が走ってて、あとね、あとね、高い王様のお城も見たな。クレーを連れて一回りしたけど、道中でたくさんの収穫があったよ。さすがはアリスさんの魔法だ。ママすごいな。クレーもおっきなお家を作りたい。クレーのママってもしかして僕のお母さんの友達？うん、ママが昔よく絵本を読んでくれたよ。ちびどりんお兄ちゃんのママが書いたお話はすごく面白かった。ちびどりんお兄ちゃん、 Welcome to the family. ありがとう。クレー、カサッチ、クレーと遊んできてもいい？好きにしたらいい。アルベドお兄ちゃん、アルベドお兄ちゃん、行っておいで。あまり遠くには行かないようにね。後で迎えに行くよ。うん、行こう、チビドリお兄ちゃん。フィッシュのお兄ちゃんも来る？この公女があなたたちの招待を受けてあげる。喜びなさい。たとえあなたたちが霧の中に隠れようと、この断罪の目は異様を見逃さない。 I can't take this show, man. That was too long. みんなでかくれんぼをしようとおっしゃっています。お嬢様が鬼です。わーい、かくれんぼ、かくれんぼ。話を戻すけど、カサッチさん、君が言った予言というのは？あの時 B が M にこう言ったのを聞いたんだ。そこまで固執するなら、お前に一つ秘密を教えてやる。 R の子はいつの日か復活するよ。え、あの星見の魔女がドラゴンスパインのドリーは復活するって言ったのか？Oh man, when would that happen, man? When would that happen? 全て記憶の中の光景だ。
間違ってても僕のせいにするなよ。なるほど。ここ最近のドラゴンスパインでの観測結果もその予言を裏付けているよ。以前に比べてドゥリンの心臓の動きが徐々に活発になってきているんだ。非常にゆっくりとだけど、すでに傾向は現れ始めている。そんな、どうすればいいんだ？様々な状況に対応するためにいくつかプランを用意しておこう。もちろん最悪の場合も含めてね。ルリンの過去を知っている身として、事態が悪化するのは僕も望まない。 Don't you dare give Wando the death flight, piece of shit. 何事も入念な準備が必要だ。もし予言通りドゥリンの心臓が元のように動き出したなら、僕の望みとしてはその時復活するのは悪竜ではなく、僕の言いたいことがわかるね。まあ、なんとなくは。そのためにはカサッチさん、その時が来たら君とシムランカのドゥリンの力を貸してほしい。はあ、僕が？君がこのシムランカの世界でドゥリンを救ったのは偶然ではないと思うんだ。もし三女神の行いに意味があるのなら、ロマンチックな解釈を除いてある大胆な仮説を立てられる。つまり投影されたこの空の運命はあちら側にも影響を与えるかもしれないということだ。ドラゴンスパインのドゥリンが復活する日が来たら、チビドゥリン、そしてその運命と交錯した君の助けが必要になる。し、面倒だね。確かに容易なことじゃない。アルベドお兄ちゃん、あそこに小さな紙のボートがあったよ。お空をふわふわ飛べるな。クレイと一緒に見に行こう。あ、すぐ行くよ。僕の提案についてどうかもう一度検討してほしい、カサッチさん。カサッチ、ただいま。お、何の話をしてたの？何でもない。そう、じゃあ僕たちも行こう。みんな新しく作ったボートのところにいるよ。わかった、すぐに行く。あー、ありがとう。僕が他人のしょうもないことに気を揉むようなやつに見えるかい？ Yes. Now that you say Sri Lanka, maybe you will be sympathetic to the doing of our own. 僕の考えを勝手に想像するな。行くぞ。Albedo is like, he needs some time to think about things for himself.森の妖精さんと一緒に作ったんだ。そういえば砕けた海にいるやつらもだいぶ少なくなってるし、みんな無事にオルビットの町に帰れたみたいだな。このボートの名前はどこにも書いてないよ。え、名前？うん、クレイが見たことあるボートにはみんな名前があったよ。願いを込めるためにね。はあ、ドゥリン号にしよう。え、僕の名前を？おお、チビドゥリンの物語がこの世界の外にこぎ出して新たな1ページを迎えられるようにって意味か？Thanks, my mom. 至高なる妖竜の尊き名をつけるなんて。あなたのセンスには。The people of Mondstadt know about Durin? Or just Albedo? じゃあそう呼ぼう。ありがとう、カサッチ。カサッチ、一つお願いがあるんだけど。言ってごらん。前にお母さんの友達が外に出てもいいって言ってたよね。僕、カサッチが住む世界を見てみたい。
見たらすぐ帰るから。は？ダメかな。いいんじゃないか。シムランカの住民は外に出ていいんだし、チビドリンを連れ回したって問題ないだろ。外でも君のお守をしろと。自分のことは自分で守るから。カサッチの言うことをちゃんと聞くし、絶対あちこち飛び回ったりしない。だから、はあ、外に行ったところで君にあれこれ指示なんてしない。ショーバリー、来たければ勝手についてくればいいさ。ショーバリー、わかった。外に出るならドリンゴーに乗っていくのはどうだい。命名後の初公開だ。新たな旅の門出にふさわしいだろう。ちびどりお兄ちゃん、もう行っちゃうの？じゃあいつかマンダに遊びに来てね。クレイのお家までの道を書いてあげるから。友と過ごす時間は長き夜の虹のごとく刹那に消えるもの。Oh God。 しかし夕夜浄土は再会の時のために高らかに音楽を奏でるでしょう。我らは星の見守るもとで再会する運命にあるのだから。お嬢様は、私もあなたたちが家に来るのをいつでも大歓迎するわとおっしゃっています。うん、こんなにたくさんの友達ができてとっても嬉しいよ。Will the next person she have a skin is Albedo? I don't know why. My gut feeling. 行くなら早く乗ってくれ。行け。ありがとうみんな。君たちからもらった祝福は僕にとってかけがえのないもので、どんな童話よりも素敵で素晴らしかったよ。今度は僕がみんなの願いを叶えてあげるから。At the end, what is Sumeru's city? What's that? What is the extra one? Okay. Okay, I know there's some a little bits and pieces here and there, so we're gonna look for them. As for where the thing is, who is.There's like two major plot points there. I have to avoid them at all costs. Okay. How? Oz! What? This queen has always called you a king, but... In fact, I've always loved you. Oh, lady. There's no need to say anything more. This Osvaldo Rafnavines is...永遠にあなた様と共におります。それでこそこの皇女が認めたヨガラスの王にふさわしい振る舞いね。身に余るお言葉です。ってことがあってね、二人ともどう？私の王国に遊びに来ない？ねえ、最近また彼女とテーブルトークシアターをやったの？いや、ナビアとは久しぶりに会った。もう本当だって言ってるでしょ。あんたたちも自分の目で見ればわかるから。国王ね。なんでかわからないけど、君なら不思議と適任だと思えるわ。褒めてくれてありがとう。国王陛下と同行するなら、私たちにもそれ相応の肩書きが必要よね。そうね、私は宮廷御用達の下手屋がいいかしら。では私は国王陛下の護衛といったところか。それも確かに悪くないけど、私の王国にそんなルールはないの。そうだ、その前に一緒にオルゴールを買いに行かない？それはまたどうして？今回の冒険でなんだかオルゴールが好きになってね。そしてほら、想像してみて、夜私が寝ている間に突然オルゴールの中の小人が一人でに動き出すところ、とっても不思議じゃない？ Okay, man. 国王陛下、あなたの童話の王国ではそれが普通なのかもしれないが、もし現実でそんなことが起きたら
すぐに教えてくれ。ファントムハンターというより一般人の目から見てもそれはお化けね。こんにちは、また会ったね。 Hello, how about your clothes? 不思議だよね。シムランカの服がテイワットでも着られるなんて。この服、質感がすごく好きなんだ。ただ荷物を運ぶときは不便だけど。だってフォンテーヌの警察隊もリーユへの戦艦軍もこんな格好をした人が小包を抱えて走ってるのを見たら絶対呼び止めて職務質問するだろうから。仕事中はやっぱりいつもの服が一番だね。 About your recent adventures. 本当に楽しかったよ。魔法の世界はどこもかしこも珍しいものだらけで、景色もいいし、みんな優しくって。あ、そうそう、私あの後祝福の森に行ってみたんだ。アーモンド長老が森のみんなに私を紹介してくれてね。この子はむやみに物を引っかいたりしないって言ってくれたの。だから森にいる間はおとなしく爪を引っ込めて一度も出したりしなかったよ。こんな素敵な冒険を経験したおかげで逆に私がおばあちゃんに物語を話してあげられるかもって思ったよ。Future plans? シムランカが平和になって住民の多くが外に出てみたいって言ってるんだよね。でもみんな外で安全に過ごせるかがちょっと心配みたい。だから私が案内係になるつもりなんだ。みんなを宅配箱に入れてテイワットのいろんなところへ連れて行ってあげようと思うの。That's kind of cute. 新しいものを見に行きたい気持ちは私もよくわかるからね。Next time. 君たちとの冒険はいつも本当にワクワクさせられるよ。おお、さすが妖精殿が踊る場所だけあって、実に目を引くハスの葉の舞台ですね。What the?目を見張る光景ですな。しかし妖精殿。あちらの犬がずっと私たちを見つめているようなのですが。あ、あの子はスバンだよ。おとなしい子で噛んだりしないから安心して。あっ、そう、really? スバン、久しぶり。こちらのカエルさんと太っちょネズミさんは食べちゃダメだからね。食べちゃダメ。本当に利口でいい犬ですな。シェーンブルン、出発前に言ったであろう。外の世界もそんなに危険ではないと。うん、その通りだね。でも長老、どうして僕の後ろに隠れてるんだ？教練員のみんながしばらくあなたに会っていないと言っていたわよ。ずっと同じ場所にいて退屈だったから散歩をしてたんだ。まさかそれもダメだと？学校じゃあるまいし。それとも監獄なのかな？ダメとは言っていないわ。ただ機嫌が良さそうに見えたから気になっただけよ。し、カサッチ、この人は？黙ってろ、声を出すな。新しいお友達ができたのかしら。僕の頭を覗くなと言ったはずだ。覗いていないわよ、全部顔に書いてあるもの。